はい、おはようございます。ラスカラでございます。今回の食材シンプルでございます。よいしょ。はい、今回はねこちら和牛のサーロイン肉でございます。これねバカでかいわこちらのお肉を使ってステーキ、焼肉、ローストビーフとこのね3種を作って本日はお肉を味わっていこうと思います。こちらのお肉をね一旦切り分けたいんだよね、ローストビーフ用に。でこれ5キロだから5等分で1キロでしょ。まあいいや、とりあえず切っていきます。こんぐらいあれば十分かな。ちょっとさ、これやばくない？刺しえぐ。ちょっと半分切りましてと。今回の下味はマジックソルトのガーリックですね。ニンニクと塩って感じでございます。ちょっとこれでっかいからさ、どれだけ下味をつけていいかわかんないんだけど、へへへへ、うまそう。もう絶対うめえなこれ。で黒胡椒と、オッケー。お肉をジップロックに入れてと。いやいや入った。よし、オッケー。お肉2つともこんな感じで密封いたしましたので、このね我が家のコンベクションオーブンでローストビーフにしていこうと思います。よいしょ。はい、よいしょ。よいしょ。これねマジで便利なのよ。ジップロックのままねこれ入れられるんですよ。どれぐらいだろう、2時間ぐらいかな。厚みがあるのでちょっと様子を見ながら火入れをしていこうと思います。その間にだ、ローストビーフのソースとか、まあ、焼肉用のね漬けだれとか作っていきたいんですけど、付け合わせのね、まあ、お野菜とか今日ね全く買ってきてないんですよだからねちょっとこの間にお買い物しに行って必要なものを買ってこようと思います。お買い物行ってきまして、必要なものをいくつか買ってまいりましたので、とりあえずできることからってことで焼肉用の漬けだれ、こちらを作っていきましょう。まずお水を300と、お醤油を150と、で料理酒を、まあ、20ぐらいちょろっと、ここにこれニンニクねすりおろしていきます。生姜もすりおろしと、ここにお砂糖と、で火にかけていきます。この状態でね一煮立ちしたら弱火に落としまして、そのままね30分ほど火入れをしていきたいと思います。この間にね、ローストビーフ用のヨーグルトソース作っていきましょう。まずは、まあ、こちらのねプレーンのヨーグルトちゃん、ここにマヨネーズと、ほんのりとレモン汁ですね、お塩を少々と。これは僕もうね分量とかはよくわかりません味見しながら感覚で作っております。こんな感じでね、ヨーグルトソースは完成でございます。こんな感じです。焼肉用のお肉切り分けていきましょうか。したらこんな感じ、こんな感じで、おい、これでもなおさこの厚みよマジこれどうやって切ったらいいの。まあいいや、間違ってたらごめんねうわ
これ油カットした方がいいよね。ちょっと先にカットして、あの牛脂的な感じで使おう。のね、知識のない人が塊肉を触ったらてんやわんやするね。あー、全然筋流れが逆じゃん。これだったらさ、こう切んなきゃいけないわけでしょ。そういうことだよね。そうするとこれこういうことか。あー、俺やってんな。こうじゃん、絶対こうじゃん。だってさ、これが最初で切ったやつね、これ後から切ったやつね、絶対これだよね。バカな俺でもわかる。ミスったやつ、これ筋切んないと無理かな。まあ硬いよね、こう切んないと。絶対硬いよ。いやー、これお肉屋さんが見たら絶対怒られんな俺。てかお肉屋さんじゃなくてもさ、こんないいお肉の切り方間違ってたらそりゃ怒られるわ。コメント欄ではぜひね、皆さん、あの優しくしてください。肉さばくのってこんなむずいのね。そしたらこちらのね、漬けだれの方に、漬けていきます。よっ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。飲み込んでと、そしたらこちらね、ローストビーフが完成するまでは一旦漬けておこうと思います。もったいない。うわ、うまそう。ということで、これできたんで開けていきましょう。よいしょと。はい、もうバカうまそう。いや、これも肉流れとかだってあるんでしょ。わかんないよ。まあいっか。うわよっ。うん、これちょっと見えるかな、赤いけどね、絶対うまいと思う。ちょっといただきます。は？で、はっちゃった。バカうめえなこれ。こんなローストビーフ食ったことねえわ。盛り付けましょうってことで、まずこちらベビーリーフですね。これはまあズバッと、よいしょ。いや、でかっ。よいしょ。一皿目のねローストビーフ、こんな感じで完成ということで。そしたら次にね、先ほど漬け込みました焼肉のお肉もね持っていきましょう。ちょっと漬けたれもしかしたら濃かったかな。よいしょ。そしたらシシトポンと。シシトのセンスってむずいよな。センスな。いや、ちょっと寄せよう、これ上にってよりかは。ちょっともうね、よくわかんないから、センス。こんな感じで焼肉も完成でございます。そしたら最後、このお肉の切り出しですね。これぐらい厚み焼けるかな。よっ、うん、はい。今日さ、こんな食う予定じゃなかったんだけど、作りすぎたかもしれない。よいしょ、はい、おいっと。ってことで、ステーキ肉もこんな感じで切り出しました。3品ね、料理の方が終わりましたので、焼きながら食べていこうと思います。はい、ということで、ただいまね、準備完了いたしまして、いろいろと量がありすぎて画角に収まってないんですけれども、早速ね食べていこうと思います。
それではいただきます。まずはじめにこちらね、ローストビーフからいただいていこうと思います。めっちゃうまそう。とりあえずそのまんまかな。ローストビーフちゃん、いただきます。うん、まっうますぎだよこれ。やらかっ。全員うまいって言うよ、こんなん。うまっ。は？なんかうますぎてね、パンと感想が出てこない。うん、これぐらいうまい。まあ、寿司ね、ぶっちゃけ残ってんのよ。やっぱ多分切り方が悪かったのか。でも、その寿司が普通にね、プンって切れる。やらかすぎる。もうちょっとこれ我慢できないわ。うん、乾杯。うん、うま。うん、そしたら焼いていっちゃいましょうか。これバカでか。なんじゃこりゃ。まだ熱っ。これ焼くの逆だったな。焼肉奥だったわ。焼いてる間にローストビーフと。いやマジでこんなにうまかったら言葉とか出ねえよ。いらない。余裕でね、この厚み、これぐらい厚いんですけど全然噛み切れる。忘れてた。ヨーグルトソースもかけてみます。完全にうますぎて忘れておりました。ヨーグルトソース漬けでございます。絶対これもうまいよ。うまっ。このカルビいっちゃいましょう。これ白飯と一緒にいただきます。あ、柔らか。マヌカ。マヌカ。あ、本当に。食べた瞬間、ちょっと柔らかすぎて、あれ、まだ生って思うぐらい柔らかい。待って待って、こんな分厚くてこんな柔らかいの食ったことないかもしれない。ステーキもひっくり返してみましょう。やっべえ、これやべえ。これやばい。今日俺やったな。これ贅沢しすぎていろんな人に怒られそう。今日本当はいろいろね、こう話して食べようと思ったんだけど、もうなんて言ってんのか全然わかんない。うますぎてよくわかんない。いつもあの家動画はね、あの喋り系メインで撮ってますけど、今日はね、食べる系メインでよろしくお願いします。お肉ってさ、まあ、焼いたりすると結構時間がかかるんで、食べ終わるゴールが見えない。これもう一枚ステーキ肉並行して焼いていかないとダメだな。
間に合わん。なんだかんだ残りもだいぶ少なくなってきたな。最初の3分の1ぐらい。やっぱり油が結構多いので、まあ、水分っちゅうのかな、液体になる部分が多いし、実際食ってる量よりも結構ね軽く感じちゃう。ひとまずね、こちらのローストビーフのお皿は完食でございます。これ実はもういいんじゃね。これがね、ただいま焼けたステーキでございます。やべえなこれ、絶対うまいやつ。いや全然入るじゃん。でバカやらか、これだよ。いやこれっすよこれ。いただきます。はぁはぁ、これ優勝だ。抜群にうまいぞ。やば、俺こんなステーキ食ったことねえぞ。いやもうね、こんだけうまいステーキ食ったら笑うしかない。うわまずかよ、こんなうまいステーキ食えるとかマジ貴族じゃん。やばい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 、これはちょっとね、1枚目に比べると薄切りなんで、もう揚げちゃいましょう、これ。マジか。いい肉食べるとさ、ステーキ一つでこんな贅沢な気持ちっていうのかな。いや、なんかもう、浮かんでこない言葉が。いや最近さ、本当に年取ってきて、以前に比べるとマジでね油食えないんすよ。ただね、このお肉は重さが全然感じない。うまっ。いや、あ、1枚目完食でございます。ごめんごめんごめん、うますぎて忘れてたわ言うの。正直に言うと、あの肉仕入れたらね、それなりに高いのよ。それなりっていうか、かなり高い。でも今日は思い切ってね、買ってよかった、マジで。知らない方がよかった、うまい肉に出会っちゃった気がする。うん、うん、ご飯も完食と、あ、もうこんだけか、マジか。いやーたまんねえなこれ。よっ、いやマジで、でもステーキ本当に柔らかくて5センチぐらいあんのかな、それぐらい分厚いステーキなんですけど、1往復半ぐらいでそこまで切れんのよ。こう2、3と、いや2往復で知った。2往復あれば全部切れる。うん、いやなんだかんだ今日このお肉の仕込み2、3時間ぐらいかかったのかな。いやでもそんだけ時間かけた甲斐がありました。全部うまかったな。さすがに、まあ、ビールとご飯とお肉と全部合わせると5キロ以上にはなってるんでね、十分お腹いっぱいではあるんですけど、いやもういらないとかもう食べたくないっていう感じは全くない。むしろなんかね、ああそっかもう終わりかみたいな儚げな感じがする。そしたらこれが最後の焼肉と、
うん。で、最後のステーキと。うん。ごちそうさまでした。今回の食べ方はね、まあ、シンプルにステーキ、焼肉にローストビーフと、まあ、3種類ね、まあ、作ってみて食べ比べをしてみたんですが、個人的にはね、やっぱりステーキね、うまかった。油もね、すごく甘めではあるので、しっかりね、あの焦げ目がつくぐらい焼くと、そのね、甘みにこう緩急がついて、それがね、うまかったね。っていうか、信じらんないぐらい柔らかい。切り方をミスってたことを加味すると、あんだけミスったのに、こんなうまいもんになるのって、まあ、それぐらい驚いたし、人生のお肉の中でトップレベルにうまかった一品でございました。今回買ったお肉につきましては、栃木のね、まあ、以前からね、あの、親交がある焼肉屋さんにね、ご協力をいただいて、まあ、業務用のね、和牛のブロック肉を、購入させていただいたので、さすがに皆さんは、あのサイズの和牛を買うのってね、なかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、小さいね、和牛とかでも、しっかりうまいものはいっぱいありますんで、ぜひ、なんかの節目、まあ、ご褒美とかにね、和牛を買って、こういったね、いいものを食べて、幸せな時間を過ごしてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。